ベティの家でのベティと貧乏。貧乏、貧乏はフライシャースタジオが創作した架空のキャラクター、カートゥーンの犬。本名は貧乏ザ・ドッグ。貧乏が最初に登場したのはアウト・オブ・ザ・インク・ウェルシリーズで当初の名はフィッツであった。はじめフィッツはフライシャーのトーカートゥーンシリーズのスターとなり、1930年にはホットドッグにおいて、 初めて貧乏の名で登場した。その後、彼のガールフレンドであったベティブープのキャラクターとしての人気が徐々に高まってくると、貧乏は脇役へと追いやられていくことになった。当カートゥーンシリーズは1932年にベティブープに改名された。1930年から1933年まで、貧乏はフライジャーのカートゥーン作品に登場し続けたが、犬に、 人間のガールフレンドがいるという設定が循環を示唆するとして映画制作コードによる検閲に引っかかりベティのシリーズから排除されることになった。1932年、ウォルター・ランツ・プロダクションが創作した新しいキャラクターが登場した。このキャラクターはプーチ・ザ・パップと名付けられた犬であった。当初プーチは白いビーグル犬であった。百三十三年、貧乏が 映画から引退した数ヶ月後、プーチは黒い毛に変えられ、セーターとパンツを履くようにデザインが変更された。この新たな作り直しによって、プーチの姿は、ベキシリーズの犬である、貧乏を連想させるものになった。臆病なカーレイジ君の主人公カーレイジが登場する、あるミュージックビデオでは、レトル風のカーレイジが最後の方に登場する。その姿は、 貧乏にそっくりである。スクリーンから姿を消してから56年後、貧乏はカムバックした。1989年、テレビのスペシャル番組、ベティー・ブープ、S ・ハリウッド・ミステリーで重要な共演スターとなった。その後、キャラクター商品も登場した。ありがとうございます。